板チョコでも入ってんのかなみたいな感じですね。はい、どうも高校生エンジニアのアップル佐々木です。今回は皆さんがいつも困っているあれに注目したものを見つけました。なんでしょう、行ってみたいと思います。はい、こちらはイギリスの会社が作ったクイックイーというモバイルバッテリー。でもこれただのモバイルバッテリーではないんです。お、すごい、これめちゃめちゃ薄い、めっちゃ軽いし、板チョコでも入ってんのかなみたいな感じですね。これどういう風に使うかっていうと、まずコンビニに売ってるみたいで、コンビニでまずこれを買います。買ったらここにもうライトニングケーブルとか充電できるコネクタが付いてるので、これをスマートフォンにこういう風につなげると充電できるっていう仕組みになってます。でこれの面白いところはここからで、まずこれ使い切りましたっていう風になったら、このままポストにポンって入れるんです。ポストにポンって入れると、もうここに宛先がこういう風に書いてあるので、そのまま会社に届けてくれます。じゃあポストに返却していきたいと思います。もうこれだけ超簡単で、この会社はこれをまた充電してコンビニでまた販売するっていう、もうちゃんとぐる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 回るようになってる。でこれ最近だと C って言ってワイヤレス充電の規格にも対応してるので、iPhone X 以降のものとかだったら、まあ、こういう風に置くだけで充電できるっていう風になってます。また企業の広告やスポーツチームのロゴが入ることもあるみたいです。なんとですね、今回バウンシーのロゴのバージョンを作ってもらいました。ありがとうございます。その裏側にはですね、ちゃんとその企業のインスタグラムとかフェイスブックとかツイッターのアカウント、あとはウェブサイトまで載せてくれてます。すごい、いやこれだったらめちゃめちゃ手軽ですね。 SNS とかバンバン使いまくる高校生の味方にもなると思います。